この時間は FC 東京対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはエスタディオエスコルピオ。シュート、川口のセーブ、拾いたい。あとシュート、川口。 FC 東京としては立ち上がりからアグレッシブにいってますよね。試合の入りとてもいいですよね。ここはつながりません。カカからムバッペ、メッシー、ゴール FC 東京。日本相手に先制点をもぎ取ります。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですけどね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ FC 東京、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。さあここでカウンター。さあつながるか。ウバルディオル、このボールをカットします。このボールはカットされます。富安、抜けてくる、ヘッドだ、タクロスバー、ウバルディオ。危ないシーンでしたがここはクリアの対応。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。仕掛けるか。サカ、右サイドへ振って久保、ここで丁寧にボールを扱う。スルーパスを出す富安。日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。伊藤、絶好の位置、シュート、同点、日本。このゴールで今日のゲームをリセットします。いや、いいですよね。これはサポーターも燃えますよね。北澤さん、今のボールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね。はい、そうですね。さあ左へ預けてと呼んでいた。坂井、スピードアップしたいですよ。ここは抜けてくる、左サイドを上がっていきます。さあ伊藤、坂井に渡る、打った、どうだ、勝ち越し、日本。ゲームをひっくり返します。空いたスペースを見逃さず決定機をものにしました。いや、パスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとして頭、決まった、追いついた、 FC 東京。北澤さん、これ早かったですね。いや、これでまた試合の流れが変わりますよね。一気にリードしたいところですよね。頭で正確に流し込んできました。狙った、さあこぼれた、メッシー。さあメッシー、小
スペースを使うグバルディオル、流れを止めます。マケレレ来た、これはビエラ、伊藤、奪いに行きます。インターセプトを狙う、FC 東京、カウンターを仕掛けます。遠藤、伊藤へ。Two added minutes has been indicated. いけるか。さあカウンターを仕掛けます。佐々木、ここはカットします。フリット、カットに行きます。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。熱いゲーム。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。でもまだ同点ですから、この後も注目ですね。 FC 東京対日本、前半を終え2対2の同点で折り返しています。では後半見ていきましょう。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。ここはすぐ奪い返します。小野、遠藤へ、鈴木、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このマッチアップどうなる。カカ、メッシ、小野、小野へ、伊藤、スペースを狙った、シュート、日本ゴール。後半開始早々いきなりの1点、まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、タイミング素晴らしかったですよね。一瞬の判断だったと思うんですけど、ミドル、うわ、素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打ってますからね。酒井、裏を狙っていきます。酒井からのスルーパス、カットされます。このボール奪いに行きます。ビエラ、ビエラからムバッペ、スペースに出す。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので気を続けて、なんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。久保、この選手に対しては北澤さん、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークは外せるものなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから、曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。両チームともメンバー交代があるようです。遠藤、サラ、Bサイド上がっていく。 FC 東京、カウンターを仕掛けていきます。抜けてくる、折り返す、
さあ一気にカウンター。水戸マッチアップのシーン、樋口、鎌山、ここでマッチアップ、シュートまでいけるか、主審ファールを取りました。ゴールまでは少々距離があります。ニック・ポープのセーブ、ファインセーブです。直接でしたが止めます。いい反応を見せましたよね、キーパー。キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。鎌田からのボールを守備陣対応しました。さあカウンタースピードを上げたいところ、いいと変えますよ。グリッドスルーパスを出す、ディフェンスこれを読んでいた。樋口スピード上がってきますよ。スルーパスを狙う、抜けてくる、ボールを受けてどうだ、クロス、ヘディング、こぼれます。これはどうやらオフサイドのようです。日本としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。さあブンメニゲ、サラ、このマッチアップどうなる。サラマッチアップのシーン、このボールに触ります。FC 東京としてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点押し上げたいですよね。ブンメニゲ、ブンメニゲ、インターセプト、いい攻撃の形は作れてますよね。そのまま終わるわけにもいかないですからね。縦へ送る、さあカウンターのチャンスになります。さあガビ、裏へ出るか、ガビからフリット。 FC 東京としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。井口から右サイド、日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまで集中したいですよね。このまま勝ちを奪いたいところです。 FC 東京としては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。これ仕掛けるか、ディフェンスこれを読んでいた。おっとこれはカウンターいきますね。フリット。これをカットします。ここで笛です。3対2。日本逆転で撃破。